丸月丸日、海軍報道班員としてこのインド洋潜水艦基地に配属された我々の第一班が出撃する日である。出撃準備に忙しいこの朝、遠くアラビア海方面に活躍した両艦の帰港するのを迎えた。あふれるばかりの喜びに輝く人々の姿は、秘めた武勲の数々を。海に鍛え、潮に焼かれてたくましく真っ黒だったあの顔が青白くやつれている。しかし元気は居やまして、上陸する足取りも軽やかだ。ご苦労様と挨拶する言葉がじーんと込み上げてくる熱いものに使えて出てこない。我々はこの潜水艦の真の生活を立派に記録せねばならない。国内で戦う人々に伝えねばならぬと覚悟を一層固くしたのである。魚雷が積み込まれる。魚雷、金星の取れた魚雷を眺めると、たくましい力強い勇気と不動の信念が湧いてくる。祖国の産業戦士が精魂込めて作ってくれたこの魚雷、王朝戦士が米英撃滅のために長年の家業を投げ打って調整してくれたこの魚雷、銀色に輝く肌の色はきっと女子挺身隊の優しい手が湯気七つの海へと東に磨いてくれたことであろう。祖国の一億同胞が勝利への道に精進する姿が凝ってこの魚雷と化したのだ。いざ行かんインド洋へ。この魚雷の爆発するところ、米英の船すべて轟沈せん。乗組員の手によって鉄の肌には晴れ姿の化粧が施される。新鮮な野菜、魚、米、缶詰、サイダー、シトロン等、丸か月分の食料が積み込まれる。機械でうずめられた狭い艦内が食料品でなお狭められ、通路にぎっしりと積み上げられる。少しの隙間も全てこれらの物置となってしまう。我々もまた撮影の準備を急いだ。万全の準備は全く出来上がった。